はい、トルチャンネルです。今回はですね、すぐ先レベル3一時停止取り締まりエリアですよ。燃費運転をね、ちょっとやってみようかなということで、まあ取り始めたわけなんですけど、まあ見ての通りめっちゃ込み込みですけど。実践する前に座学的な感じでちょっとね、燃費のこと喋ってる動画他にもあるんで内容かぶっちゃうかもしれないですけど、まあ私なりの燃費運転をちょっとまあ紹介しようかなと思います。まずあれです、発進するときはふんわりアクセルは踏まないですね。ただそのなんていうんですか、出だし信号止まって発進するときに初めの一転がりは、まあ、この車オートマ車なんでクリープ現象で回してあげたらいいみたいなことを最近聞いたんでそういうようにはしてるんですけど、多分次行けますね。前1台しかいないんで、スタート時は割とがっつりアクセル踏んでエンジン回転数上げて加速するようにしてます。だいたいこの道だったら50かな、なんで50過ぎたくらいでアクセルを一瞬まあオフにしますね。ですね、で前はそんな加速しないんでそんなに速度を出せなかったんですけど、まあそういう感じですね、イメージ的には。であとはその トップスピードになったら一瞬アクセルをスッて戻してあげて、まあそこからはふんわりアクセルで速度調整しながら走るっていうような感じですよね。で今この走ってる感じだと、大体アクセルの踏み幅は、パーセンテージで言うとまあ28って今なってますね。ちなみにピボットのスロットルコントローラーつけてるんですけど、一応パワーモードで設定してます。パワーモードでマックス7のところを5に振って設定して走ってるんですけど、つまりあれですよね、結構アクセル踏んでるんですよね。踏んでて、ガソリン入れてからがほぼ490キロ走って今平均燃費が 22.4 ですね。なんでまあまあそこそこ出てると思うんですけど、一応カタログ燃費は超えてます。カタログ燃費が、市街地モードとかだと17とか18だったはずなんで、高速乗って22とかなんですよ、この車マツダ2なんですけど、ちなみにガソリンモデルですね。ディーゼルはもっと燃費いいんで、ガソリンの 1.5 リッターなんですけど、まあそんな感じですよね。でもう一回行けますかね。この車 AT 車なんでギアがあるんで、
アクセル踏んでいって回転数上がっていって、あの変速させたい時にやっぱちょっと軽くアクセルを抜いてあげると変速するんで、まあ、踏みっぱなしでもするんですけど、まあ、そうちょっと抜くことによって、まあ、任意の状態でマニュアルモードにせずにコントロールできるんで、それを使ってますね。そのスピードのね落ちを緩やかにしてくれる感じなんですよね。なんで新車で買ってその鳴らし運転で下関行ったんですけど、その時の燃費最高燃費が、一応あくまでも車についているあのオドメーターのところで 22.1 やったんですよ、瞬間的にね。やっぱりこのあくまでも平均燃費で見てるんで、渋滞したらまあ悪くなるじゃないですか。まあこういう道を走ってるんで、それは止まることもあるし、バイパスになれば伸びることもあるし、なんで。まもなく斜め左方向です。それの。が 22.1 あったんですけど、今回今走ってて最高が 24.1 まで出たんですよね。その平均じゃないですか、ね、一時のあれなんですけど、まあその後ね渋滞して落ちていったわけなんですけど、まあでも2キロも下がってるって結構やと思うんですよね。
いじった内容で言うと、まあほとんどがねアルミテープなんで、アルミテープの効果だと思うんですけど、あとはもうマフラー変えたり純正交換のエアクリーナー変えたりしてるぐらいなんで、ちょうどねあのさっきの合流の今走ってる道への合流の時にねその加速をやろうかなと思ったんですけど、できなかったですね。で、こういう今上り坂じゃないですか。上り坂も今45ぐらい踏んでますね。で、アクセル緩めて、まあここからは惰性で走ると。してるあのピボットのスロットルコントローラーがピボットの3ドライブエボっていうやつなんですけど、前につけてたやつ、前のあごめんなさい、前の車につけてたやつがアクセル回路が 5% 刻みでしか表示されなかったんですけど、今回のこのエボは 5% からしか表示されないんですけど、0から4までは表示されないんですけど、 5% からちゃんと 1% 刻みで表示してくれるんで、すごい見てて何て言うんですか、面白いですよね。なんで今前ブレーキ踏んだけど、アクセル離しただけでもなるべくブレーキは触らないように。してたら、まあ、そこそこいい燃費が出ましたよっていう話ですね。なんでこの乗り方のいいところは、割と加速するときに、ふんわりじゃなくて、ガツッとアクセル踏んじゃうんで、それなりに加速も楽しめるし、エンジンも回すんで、その辺はいいんじゃないかなと思うんですけどね。割とそのふんわりアクセルとかやってると、エンジン回さないんで、ね、エンジンの調子も落ちてきちゃってってなると思うんですけど、なんでね、やっぱ理想はエンジンのコンディションが良くて燃費もいいみたいな感じなんで、喋るようになったかというのは、
してないですけど、前の車で、ソロコンと後付けの、クローズコントロールもできるピボットの商品付けてたんですけど、いっぺんその、高速で80キロで、クローズコントロールを使って巡航させたんですよね。その時の、平均燃費を出してたわけじゃないんですけど、一目盛りで何キロぐらい走れるかっていうチャレンジをやったんですけど、だいたい前の車あると多分あれですね、一目盛りだいたい50で、自分の中では見てて、それより伸びれば燃費がいい、それより悪ければ燃費が悪いっていう、一応一種の判断基準を持ってやってたわけなんですけど、クルコン使ってやるとね、42キロぐらいしか走らなかったんですよ。で、自分がその別途運転してみたんですよ。クルコンでやった時は3用途を使ったんですけど、自分でやった時は透明高速を使ってやったんですね。で、その時の乗り方は今のやつの拡大版みたいな感じですよね。ずっと一定速度で80で走るわけじゃなくて、やっぱ追い越しするときにはそれなりに一時的にスピードを100を超えることもあるし、巡航するときはちょっと一時的に70キロ台に落ちることもあるしみたいな乗り方でやったんですけど、それだと一目盛りで75、6走ったんですよ。なんでね、絶対こっちの方がなんていうんですか、理にはかなってないけど実燃費は伸びてるんで、ということでね、ちょっと話してみようかなという感じやったんですよね。なんでもしよければこういうことをしてみても面白いのかなと思いますね。世間でよく言われてることが必ずしも正しいとは限らないと思うので、そういう実験をするのも楽しみですね。ということで、この道ね、もうずっと信号ないんで止まることができないので、今日ははい、この辺で失礼させていただきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。